登りに住む鬼をやらせていただくにあたり本当に、えー、興奮しております、えー、歌舞伎 NEXT とネーミングしていただきまして当てるいで、えー、という作品が生まれましたが、えー、ネクストとネーミングされたからにはやはりレパートリーといわれるぐらいの作品を作り続けていきたいという思いですで歌舞伎 NEXT とは何だっていうのは、まあ、定義がないのはそもそも歌舞伎ではありますけれどもでも、えー、前回そして今回ともに 井上さんそして中島さんの世界観と歌舞伎を混ぜ合わせると何ができるかっていうことをテーマにしていますですのでこのようにないものを作ると誕生させるというそういうことを目指して作ってあの新幹線さんの公演の会見であったりとかっていうのはあの誰からもあの注文されるわけでもなくあの自分的にかっこいいか格好をしてこようと。自分では絶対買わないものを着て 会見に出ようと思っていくにあたって、まあ、アクセサリーをあの娘から借わりましたけど、まあ、手錠のネックレスを持ってるっていうのはちょっともうちょっと詳しくどうしてそういうことになったのかっていうことは <laughs>、えー、これから帰って家族会議したいとは思いますけれども、えーまあ、とにかくそれとあと、まあ、今回にあたっては、えー、小野山田さんのダブルキャストということで、えー、これは、えー、勝負です、えー、勝たせてね。 この格好について説明させていただきたいと思いますが、えっと、僕はあまり、えっと、事前に小城さんがこういう風な格好をしてくるという風な、えー、ことは聞いてませんでしたので比較的、えー、抑えめな格好しか用意しておりませんで非常にネックレスも旧ぞろの中途半端な状態になってしまって先に言ってほしかったなというところはございますけど <laughs>、ね、今回の歌舞伎 NEXT は。 なんとまさかの幸四郎さんとダブルでというふうなお話いただいた時には非常にうれ、えー、しゅうございました、えー、僕も幸四郎のお兄さんが、えー、新幹線に挑戦されている姿を見てですね、えー、この新幹線の作品に出てみたい携わってみたいとそういう憧れを持ちましたしその今、ま、これまで幸四郎さんが 携わってこられた作この中でもおぼろの森に住む鬼というのは非常に印象的で、えー、とてもかっこよくて、えーまあ、僕だけじゃなくて幸四郎さん以下の若手俳優は皆が憧れたような作品そして役どころでございましたですからその自分にとってのレジェンド的な、えー、いや、レジェンド的ではございませんレジェンドでございます <laughs>、えー、の幸四郎さんとダブルでやるというプレッシャーはですね 今こうして普通に立っておりまして冗談っぽく言ってますけど結構強いもんでしてさっき勝負だと言われた時は勘弁してくれっていう話でございました正直申し上げますとでもまあ確かにさせていただくんであればですね僕自身も自分のライというのをしっかりと出していきたいと思いますし今回のまた歌舞伎バージョンは少し、えー、初園の時とは違ってますから。 その辺も力にしながらですねまた初演をご覧になった方からも新鮮に見ていただけるようにそして歌舞伎ファンの方新幹線ファンの方演劇ファンの方にもえ衝撃的な新しい世界先ほど広州さんもおっしゃっていましたようにこのようにないものを生み出すというようなことをですね全力でキャストの皆さんと井上さんに導いていただきながら努めていきたいなと思います。ですから えー、僕はまずは、えー、今、大谷翔平さん、調子いいんで、えー、三冠王も狙いそうなところなんで大谷翔平さんの名言を、ね、心に刻んでまずは憧れるのをやめてですね <laughs>、えー、挑戦するという心持ちを持って、えー、本番稽古本番迎えたいなともう捨てというか、あのー、結構、ボぼろの森を歌舞伎ネクストでという話は以前から、あのー、していたんですけれども、まあ、コロナとかいろいろありましてこのタイミングになって。 しかも今回は松屋さんとダブルキャストということで非常に何ていうかな挑みがいのある公演になったかなと思っていますあの歌舞伎ネクスト第1弾のアテレビの時にも非常に手応えを感じたんですけれどもそのにも増して今回ちょっとまた新しい形で新幹線の手法と歌舞伎の手法が融合されるんではないかなと非常に楽しみにしております。このあの,朧の森は まああの新幹線のファンというかあの井上歌舞伎ファンの中でもすごく人気が高い方の作品でしてまあ僕自身もまあよくできてるんじゃないかとえ自分でも割とこう自画自賛している作品でさらにえ歌舞伎の趣向あの歌舞伎のいろんな演出があると思うんです歌舞伎の中には。そういういものをでできるだけこう取り込んでさらに進化した 歌舞伎ネクストにしたいと思ってます、まあ、もちろんあのスーパー歌舞伎に対抗するわけじゃないんですけど宙乗りとかああいうちょっと派手な歌舞伎ならではの派手な演出も盛り込んで、えー、よりこうダイナミックなあおぼろの森になるんでは改めて十何年前の映像を見て、あのー、僕はい,やいいんですよね、<laughs> あず<ー>らかすか <laughs> <laughs> で、<laughs> ただ <laughs>、はい、えー、結構その不安の中でやってたなとは思ってましたけど。そんなことないよっていうふうには、ビデオには声かけてあげましたけども。<laughs> あのー、ただ、まあ、それを忘れるというのが一つ、今回やるにあたっての心構えかなと思います。ね、はい。そうか。自分なんですか。何の鬼。鬼じゃないってことです <laughs>。<laughs> ないから、僕に言ったんです、ね。ない <laughs> ではないってことで。そういうことですか。ないんだ、そうです。はい 鬼、ね、じゃない、優しい人だって主語がない鬼です、えっと、だから、えっと、初対面とかだとちょっとお何言ってるかわからないっていう詩 <laughs> <laughs> の鬼です、今皆さんも結構納得されてたようなので守護守護なし鬼です、はい、<laughs> そうですね、結構長年ご一緒してますとなるほど、おそらくこういうことが言いたいのかなっていうことは。 あのー、分かってくるんですけど、あのー、初見の方とかにはお気をつけようと、これだけは申し上げたいと思いますけども、はい。ありがとうございます。それが愛くるしいところでもあります。はい。肩上げだって噛むほど美味い噛めば噛むほど美味いっていうじゃん。いやいや。味がまあ,あそういうことですね。ああこう付き合いしていただければ良さきばんほどっていうのをと思った。そうですとにかくじゃ味が出るそうです。 僕はですね自己申告で言いますと、もう、午前中は機嫌悪い鬼です、あるかな、そな言った割には自信がない、根拠はないっていうところかもしれないですけど、まあ、暗示をかけています、お互い、お互い自分の、自分のラインのおぼろの会がベストだっていう風に、お互いが思い合えば、 お互いすごいものになるんじゃないかと思ってるんで、であの見てもや見てやった上での、えー、それ以上のものを目指すっていう感じですかね。だその上で何が負けないぞっていうことを聞いてるんだよね。そうですね。<laughs> そうですね。で,すねでももうな,なきゃ泣いていいんじゃないでしょうか。ういや、僕後輩ですからね。<laughs> そんなこと <laughs> あ たとしても言えるわけないですし、あのないです、ないです。いや僕は本当すべてをリスペクトしておりますし、あの大好き。今日でアクセサリーってけどコンタクトカラコンもきのドンキで買ってきたんだし、このなんかこれタトゥーシールとかいうのも、かアマゾンで買ったんだし、でそそれはそういうの買ってます。あの喋ってる。 あの今その前に言えましたよねそれは、うん、いや言い忘れたんでちょっと知らなかったら悪いなと思いましたありました勝てるとこ <laughs> あの僕の方がまともな人です <laughs> <laughs> はい <laughs> 拍手でちゃって、はい、最初は本当にあにライという役がもう尋常じゃなくそうですね、ええ、ハードな役っていうのは 分、えー、かっててあの十七年前ですからあ幸四郎さんがやったの幸四郎さんもそれなりの年齢ですし <laughs> やっぱりその最初はそこからスタートしてるんですよやっぱりそのケアからはい、えー、でそしたらもう若手でね今ガンガンブイブイ言わせている <laughs>、えー、あのま松也君にあのライをお願いしようという話になってそしたらああのえー、っとあのイのそえー、っと 交渉さんが来いの時はあの松屋くんがサラミをやりっていう話になってたんですが、<ん>あのじゃあえっと松屋くんが来いの時はじゃあどうするって話した時に俺が出るって言い出して、<laughs> <laughs> じゃあ安人になってないじゃないよっていう <laughs>、うんまあまあだから両方、うん、あの違う魅力のものになると思うんですねその来、うん、もサラミズも,も、うん、だからそこがなんかまあ一本見たら。 そういう,うなんていうかあの思考のものになるんじゃないかなと作家としてはいかがでしょう定光というのは最初の、えー、一幕の方で雷に立ちはだかる、まあ、人物なわけなんですよね、うん、最初の敵役みたいな形で、はい、でそこで多分お二人あの真っ向かあの芝居をやられるわけですよ、うん、で、えー、っと多分その日、えー、と松屋さんはその小四さんの雷を見る。 それに対して思うところがあってじゃあ、来をやるみたいな形で次の日に多分えっとまたそのアンサーとしての来が出る、多分それで毎日、こういうの積み上がっていって終わる頃には相当大変なことになってるんじゃないかなと、はい、それがやっぱりこのダブルキャスト、特に今回みたいな形のダブルキャストの面白いところになるんじゃないかなと。